センターさん神推理では今回。いやただ完璧じゃないですか。銀さん気をつけます。失礼しました。はい、はいはいはい、じゃあ集合だ。下に下で下に集合ですね、はい、集合だ、10秒後にキリとサボタージュしてください。レッツゴー。アドミンルートで行くか。ピッ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 。ちょっ、散った。ナイトメア。お。ここ熱いや。おい。オレンジピンク。ジピンク1だ。ジピンク1だ。青。オレンジピンク。これダブルキルある気がする。これ、逃げよう。素晴らしい。ボタン押したな。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。あの、一点確認したいですけど、なんか、リアクターの時、ゲンさんだけ逆走してアドミンに入っていったっけ。あれ、ゲンさんかな、白かな。まあ、ゲンさんが。ゲンさんがね、アドミンにいるの俺確認してる。はい。してます。あれはなんか、あ、一個確認したいんですけど、リアクター直したのって、上側誰でした、あれ、あの時。何人かいたけど、ナイトメアは上に行ったと思う。あ、なるほど。ナイトメアさんだった気がする。結構時間ギリギリで僕先に来て待ってたんですけど、待ってたね、ギリギリまで来なかったから焦ってたんですけど、まあ、みんな右にいたからね。あ、うん、めっちゃね右にね固まってて、ナビ俺あのアドミン行って下側通ってナビゲーションいたら、ナビゲーションに 5,6 人いた気がする確か。まあだからどっちかっていうと慎太郎さんは今回そのリアクターのサボタージュを押したように全然見えなかったので、うんうん、ただ右側のやつ人が押したからといって候補絞れないとは思ったけど、まあもちろんそうだけど、もう死んでないんですけどね。さアドミンで立ってた位置からのカードのやつってできる？できます。できるか。はい。あ、ちょっとずれてるよね。割とタスクの範囲って広い気がする。あ、そうなの。じゃあ、まあ、ちなみに現ですけど、高田さんとピカクロスさんとクロムさんと慎太郎さんと東側でかなりの時間ご一緒してます。で、現がシールドに降りるあたりからナイトメアさんが下からやってきたっていう時期になります。下から来たね、ぐらいかな。で、この中でシャキルとかされたらやべえなと思って、リアクターになった段階でちょっと東側調べようと思って、その一環としてアドミンに寄ってみました。いや、ナイトメアさん上から来なかった。なるほど。上からは来てないよ。ナビゲーション側から来てるから。どこ上から来た。え、リアクターになった時の話じゃなくて、まあ、リアクターになった時は上から来たよ俺は。お手前です。O2 からカフェテリア取ってロアアッパーから来てるから。マイケンさんいつの話してんだ。めちゃめちゃ前半です。ナビゲーションの方に下から来たって話じゃね。俺がシールド側から。はい。え？おかしくね。ナイトメアさんその後アドミン来たってなんか動きめちゃくちゃおかしく、一周してるってこと？カフェテリアの方まで。あ？おかしくね。ナイトメアさんだけ銀が違うっていうのは実はその理由がちょっとあります。ぐるーって一周したってことでしょ。自然だね、ちょっとね。わ、怖っ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 。ナビゲーション行くか。なんか、
狙ってた感じあったよね、やっぱね。殺意めっちゃ感じたんだよな。で、それやめたもんね、敗戦ね。それで、あ、落ちか。慎太郎クロム。はいはい、はい、サントス発見しました。メドベイの右下のとこで発見で、 O2 が鳴る前にアドミンで見て、その時メドベイに2の表示がありました。あ、なるほど、なるほど。あ、え、メドベイってどこですか？カフェテリアの左。カフェテリアの左。あ、うん、あ、あの、はい、奥までスキャンみたいなところがあるところ。慎太郎さん、俺とピカクロスと多分すれ違ってると思うんだけど、メドベイの入り口らへんで。あの後、メドベイの後ってどこ行ったの？誰かすれ違ってるんですか？あの後は、右側の方で O2 が光ったじゃないですか。だからカフェテリアの方を通って、直しに行こうかなと思ったら、2人ぐらいが先で直してたって感じですかね。メドベイ側に向かっていく人いなかったの？いや、あのファスコをやりにメドベイの方まで行ってから、終わってからまたカフェテレアを通って戻ったって感じですけど、見落としがなければ、途中でカメラ光って酸素光ったあたりで私ずっとカメラ見てまして、うん、メドベイに入った人はサントスさん以外いなかったです。サントスさん以外いないの？そう。あれ、ちょっとさざめアドミンで大津が通してるのだと思います。ただね、ピカサそれでベント市長になる、もしかして。いや、じゃなくて、私がその後すぐ、あの、私もメドベイやってて、高田さんと一緒に。あ、そうか。ピカクロスさんも絶対 100% 白でいいと思う。そう。で、あの、アドミの、ちょっと、あのエンジンとかでタスクをこなした後に行ってるから、結構時間があったんですよ。そのメドベイからカメラに行くまで。その間に入ってきたパターンがあって、さっき言った通り、確か高田さんとが言ってた通り、慎太郎さんとすれ違ってるような気がするから、うん、一応候補としては慎太郎さんになる。なるほどね。あ、ごめんなさい、白証明できないから。アドミン見たってたの誰でしたっけ？がサントさんじゃなかった。私です。サントさんが見てメドベイが2だったか見に行ったって話でしょ。ちょっと待って、アドミンで見たのはタイミング的にこのレポートのどれぐらい前なの？ O2 の前です。 O2 の前に見て O2 なる、 O2 治ってメドベイ見に行くレポートの時系列です。僕ちなみにエレクトリカルにエレクトリカルに一度表示、エレクトリカル側からは多分飛んでないですね。全員投票スキップ。多分はん、あ、はい。高田さんのパターンのあるか。いや、でもそしたら慎太郎さん見てるんだよな。アドミンに行った砂ダメサントスいたからな。ナイトメアさんの行動死んで、今の容疑者は慎太郎さんかエレクトリカルとかカラベント。ナビゲーションからはないよね。そういったらピカさん殺すだろうし、 IC 茶洗ってもいいかもね。ね、はいはいはい、おい、うん、一応ありがとうございます、センターさん。一応あの私目線だと高田さんがありえなくはないぐらいなんですけど、うん、ただ慎太郎さんが多分その場合見てる気がするので、高田さんの犯行を、ね、すれ違ってるかどうかってことですよね。俺がやってるんだったら慎太郎と俺とすれ違ってるから、慎太郎がメドベイに入った後に死体がないとおかしな時系列になっちゃう。そう、そういうことです、そういうことで。だからそれが発生してないから多分違うのかな。ないしは高田さん慎太郎さんのパターン以外だったらないかなって感じ。あ、じゃあ両黒はありえるってことですよね、一応ね。ただそれだったら高田さんが慎太郎さんを挙げる候補理由がないかなとは思うぐらいです。最新値、誰も証明できてない人いましょう。クロムさんが、クロムさんはいる、O2 いる。あ、で慎太郎さんが後から合流したって形。ナイトメアが多分アドミンだったと思う。うん、ナイトメアさんの行動を教えてほしい、行動順番を教えてほしい。待って、先あの最終位置他に現れてない人はもういない。アドミンいた人が砂ザメさんと。砂ザメ、サンタサントス。サンタサントス。じゃあナイトメアさん。早めに出てきました。ナイトメアさん見た人がいない。私がメドベイで発見なんで最終位置メドベイです。ナイトメアさん見た人がいない。あれどうで、ごめんね、最終位置ななアドミンだっけ、どうだっけ、ちょっとね、しょってエレクトリカルに行って、で O2 になったから右側に寄ってたはずなんだけど、最終位置どこだったかな、ちょっと正直覚えてないわ、ごめん。そう、まあ一応ありえるね。アドミンじゃな、
ストレージから上がってきたんで、メドベイ、ベント、エレクトリカル、ストレージっていう風にもちょっと見えちゃってるのが砂溜め目線です、今。ね、ありえるね。そうだと思う。俺がね、最新値をふわっとしてる。初手、センターさん途中で書いたけど、初手俺はエレクトリカルに入ってる。そっちは多分センターさんと先行同行してた気がする。エレクトリカル向かう途中。タイミング的にできるっちゃできるような位置にはいるような。多分それはそうだと思う。僕は怖いから逃げました。最初あの初日の動きが怖かったから。うん、多分逃げられたんだなと思いながら一人で寂しくエレクトリカルにいました僕は。いや作る？作ってもいいよ。じゃあナイトメアさんと慎太郎さんでいいんじゃ。あはーい。あはい。ヨークロもありえるんで、全然ありえるんで、考えながら行きましょう。仲良くしてね、仲良くしてね、二人で。仲良くしてね。ここは閉まったならエレクトリカル行くか。ユミヤさんやっぱ浮いてるよな。クロスさん。ゴゴ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 ゴうん、あのね、僕は一応今いたところはアッパーで、あのちょうど十字路にたどり着いたところぐらいだけど。アッパーはちなみにどっちから行ったの？カフェテリア側から。ん、結局どこなんですか、下やって。慎太郎さんに聞かないと。そのアッパーですよね、あの。アッパーともう一人、なんか下にあるじゃないですか、挟まれたやつがあって、その上側のとこですね。アッパーエンジンの上側ってこと？中の上側ってこと？そうですね、はいはいはい。廊下ってこと？いや、廊下じゃなくて中の上側でしょ。中の上側。はいはいはい。僕の方がまあ慎太郎さんよりか先に先行してついてきてもらってたんだけど、なんか最終盤で僕が十字路に来た時、慎太郎さんついてきてなくて、遅いなと思ったレポートになった感じだった気がするんだけど。ナイトメアさんの方が先走ってませんでしたっけ？それで、だから俺の方が先に走ってるですよね。慎太郎さん方がついてこなかったなっていう印象。もう歩み寄らないし、ロラするか、ここ。慎太郎からさ、見たときって、アッパーエンジンってカフェテリアから入ってさ、入った瞬間にも下に映ってたってこと、はいはい、そうですね、カフェテリアから入って、ナイトミラさんが先行してて、そこでなんか下に気づいてなかったから、僕が見つけて、セルフレポートっていうか、レポートをした感じなんですけど、セルフって今、自分で言ったっていうから、慎太郎さんの人狼なんじゃない？いや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 、それはきついね。これはうん、しない。うん、それは考慮しないんだけど、大事なのはその直前何やってた、うん、私開幕速攻でアッパーエンジン側走ってまして、あのその後すぐ見つけたってんだったらだいぶ時間が空いてるんですけど、慎太郎さんとかナイトメアさん何やってらっしゃったんですか？あのね、僕結局慎太郎さんが動くのか僕が動くべきかどうか分かんなくて、2人でカフェテリアでお見合いしてたしばらく。そうですね、最初はなんかしばらくナイトメアさんが動いてなかったんで、うん、カフェテリアでお見合いしてる間にカフェテリアが閉まったから初動がかなり遅れてる。あ、なるほどね。まあでももう離れてるローラーかな、時間があった以上。うわ、俺に入ってる。あ、俺間違って入れたかも。そうなんだ。なんで嫌いなの？ボタン押して、ボタン押して、ボタン押してほしい、ボタン押してほしい。4票早く入れ間違え、みんな。あや、ナイトメアさんの方が明らかおかしくなかったか。言動的にも、最初の行動的にも、さっきのアリバイのなさ的にも、ナイトメアさんじゃないか。まあいいか。うん。はい、まあでも、まあ僕と慎太郎さん釣れば一度落ちる計算に、多分1、なんだっけ、原産だっけ、死んでたのって。の死体の時の容疑者にもなるからちょうどいいんじゃないかな。はい。あと、1個だ、高田さんにこれあのバグの1個なんで伝えておくと、はい、ボタンを押すときにちょっと名札の右側に押しすぎると実は隣の人が光っちゃうんで。あ、そうだよね。そうそう、だからたまになってるのって言ってたらやっぱそうなんだ。キャラクターをクリックする感覚の方が多分一番安全です。はい、そうそうそう、あのあるバグ、あのよくあるバグなんで、これありがとうございます。なんかたまになってるって言ってたから、その内容は自分に入れちゃってるんで、あの他の人にも進めてください。ナイトメアさんに
もう入れました、皆さんミス4票も入んの、多分僕結構砂亀さんと砂亀さんもいいと、いつだけ結構砂亀さんと、マジごめんなさい、マジごめんなさい、すいません、マジごめんなさい、砂亀さんと砂亀結構一緒に行ったこと多くて、ゲンサーの死体の候補で僕と慎太郎さんしかほぼほぼ残ってないから、多分もう一度は多分普通にあれじゃないかな、容疑者多分絞りきれてないと思うから、あとは白を追うしかないんじゃないと思うけど、ピタクロスは絶対村だと思ってる理由があって、初日だっけな、メッドベイに俺が入った時にピタクロスがあのウィーンってなる、なんだっけ、スキャンみたいなやつ、それがしてるかどうかわかんないんだけど、他に誰もいなかったのにピカクロスがインポスターであそこに立ち尽くす必要性がないと思うから、俺が入った時にピカしかいなかったから、だからピカは違うのかなって思う。一番最初のその最初に10秒ぐらいってことですか？いや、2回目です、2回目、2回目の2回目のその最初の10秒ってことですか？うん、そうそう、だったらあんまり、でも、でも他に誰もいなかったのにそこに立ち尽くす必要性ってなんだろうって思って、あ、いや高田さん、最初って30秒のクールタイムがあるの、あるので、インポスターって、だからそういうことね、時間稼ぎでタスクやるふりは結構ありですね、関係ですけど、まあ今回自白ということで、ゲンサントス殺しは多分同じ人だと思うんで、多分そうだと思う、あとはもう隠れてる一人なので、多分容疑者見つからんと思うから、うん、みんなアリバイが多分起きてからじゃない、多分っていう気がするけどね、終わるんだけど。ごめんなさい。さっきと同じ電報したんですか、もしかして。いや、センターさん、神推理では今回。いやただ、原産視点に関しては僕、ただの無実ですよ、本当に。そうです。ナイトメアさん、誰も疑ってなかったです、私の視点。慎太郎さんが普通に歩いて、殺して、歩いてきたのか。いや、僕なんか、どうすればよかったかなって思って、なんか俺、セルフレポートとか言っちゃってるし。ああ。いや別にそれはインポスターだからか、王領は慎太郎ナイトメアだったのか、そうっすね、だから慎太郎さんの目の前で三藤さん殺して通り過ぎようとしたら一向についてこなくて、何かと思ったらレポートされて、いや確かあの時後ろになんか誰かいたんで押さないと無理だなって思っちゃって、後ろにいたの砂亀ですね、確かですよね、多分あそこで俺を押しとかないと、でただあの時なんかなあー、なるほど、じゃあ僕も一緒に見た手にしとけばよかったな。いやただビーンって鳴った瞬間にサントスさんがあのマンガ肉じゃなかったんですよ。でビーンって鳴ってみたらサントスさんが死体になったから、なんかよくわからんバグが起きてるから変なこと言わないでおこうみたいなことを思って、いやそうなんですか、なるほどな、ビーンって鳴った瞬間はサントスさんは二王立ちしてました、二王立ちしてたのか、はい、いや慎太郎さんが死んだタイミングの、うん、現時点だと慎太郎さんに殺されたので慎太郎さんが黒かく、内藤さんもまあまあ怪しいけど、ここにいろだったらこんなことするみたいな感じで、ありましたありました、でも僕ありました、僕がエレクトリカルに行くときに行ったときにメッドベイで死体が上がって無理だなって思ったよ、ね、あれ結局そのメッドベイの殺害は慎太郎さん、あそうです、えあ原さんは僕がキルしてますね、はい、あなるほど、なんか初日だって1人初日は1人も死んでないだから、だから、原さんがメドベイで死んだんじゃなかったっけ、原さんがメドベイで死んだ、トイレに行ってきます、すみません、トイレに行ってきます、同じく、はい、メドベイもちょっとお手洗い行ってきます、じゃあ、慎太郎さんのあ、なんか、かぶっててよく聞こえなかったっす、んあ、だから慎太郎があのメドベイに行って、はいはいはい、原さんやったって、原さんやったのは確か、どこだっけな、原はメドベイで死んでます、あ、メドベイか、そうかそうか、そうですね、まあとりあえずよく分かんなかったんですけど、周りに誰もいなかったんで、慎太郎さんとか、うん、多分サントスさんの死体を見つけた時に砂亀さんもキルできとけばよかったなって感じですかね、焦って僕レポートをしちゃったんですけど、よくよく考えればキルすればよかったっていう